目の前にあるのは何でしょうね。当てたい。願望がものすごく強い。当てたい。当てたい。なんか聞いたことあるな。行きたいって。なんか近いものを感じてしまいますけれども。はい。本日も伊藤さんは机に伏せておられまする。ありがとうございます。で、今から私の目の前1センチの距離に何かが置かれまして、はい、その何かを見た目で分かる範囲で細かく私が説明します。伊藤さんは私の解説を聞いて推理で何かを当ててくださいというコーナーでございます。音符に抱っこで頼りにしてます。いやいや、そんなお願いします。あのいつも難易度を上げているのが実は私であるということが皆さんあのお分かりかと思うんですけれども。最終決定権は和歌山さんにある。でもね、はい、もっと面白くできるように頑張って解説していきますので。なんとということで、はい、私は目を閉じます。お願いします。それでは行きましょう。目の前にあるのは何でしょうね。よっしゃ。ということで3、2、1、目を開けます。でん、お、でででん、お、こちら、はい、細長いです。細長い。細長い。ほう。細長くて、ちょっとあの手で持てるタイプの細さ。あ、なんか、え、棒状？棒状の、はい、まあ、ちょっと長めの、まあ、棒ですね。ピンク、ピンクです。ピンクの棒状で、でもなんか、はい、ピンクの先になんか白い、なんだこれは。ピンクの先に白い。白いふさふさがついてる。ふさふさ？ピンクの棒状の先に白いふさふさがついております。あれ？え、お菓子っぽくないですか？わかりません。わかりませんか？わかりません。匂いします。匂いしません。匂いはしません。白のふさふさですか？ふさふさは、はい、親指の第一関節に満たないぐらいの長さです。が第一関節を半分にしたぐらいの長さのふさふさです。結構ちっちゃいのが端にあるってことですか？はい、端にあります。端にある。同じ方向になんかいっぱい生えてると思います。はい、毛束、毛束です。毛束、毛束があって、他のピンクのとこのヒントもう少しもらってもいいですか？ピンクは、はい、棒です。棒。手で多分持てるタイプ、なんだろう、手持ちの棒。手持ちの棒、ピンクですか？はい、ピンクです。でも多分色は関係ないと思います。関係ない。ピンクに関してはピンクじゃなくても、青もあるし、緑もあるし、緑もある、白もあると思います。え、そのなんか毛束の硬さは、はい、様々かもしれません。様々な、硬いとか柔らかめとかあるかもしれない。種類があるんですか？はい。でも棒なんだ。棒ですね。棒です。あと10秒ください。はい。ピンクの棒で、で白い羽みたいなのが側面についてる。7、何これ、6、1本、5、な、何に使う、これ何を便利にした世界を。なんだこれ。1、え、それでは答えをどうぞ。何これ、なんか願いとか叶える魔法の杖。それでは目を開けましょう。せーの、ドン。歯ブラシでした。歯ブラシか。隙メガラジオ。毎週更新でお届けしてます。テレビアニメが絶賛放送中の好きな子がメガネを忘れたのラジオ、隙メガラジオ第5回始まりました。改めまして皆さんこんばんは。小村楓役伊藤正弘です。宮井役和歌山紫音です。好きな子がメガネを忘れたは月刊ガンガンジョーカーで連載中の藤近小梅先生の漫画です。ハッシュタグはメガラジ、ひらがなでメガ、そしてカタカナでラジでございます。はい、ということでね、まずはあのリアクションがすっきりと終わってしまった目の前にあるのは何でしょうねについて振り返ってまいりましょう。うわー、あったー。あー、これ実はなぜ歯ブラシになったかっていうと、はい、みえさんがね、B パートの最初に歯磨きをしながら体重計に乗りますと、はい、でそこで衝撃を受けるんです。その時に使っていた歯ブラシがピンクの歯ブラシだったんですよ。こんな簡単な問題を。いや絶対バームクーヘンとか来ると思ってましたよね。バームクーヘン、いや絶対来ると思ってました。え、そうですよね。か、なんかちょっと外れたポッキー、まあお菓子類が、まあ安直に来るかと思ったら、そんなことはないよね。そうや、そうですよね。そうですよね。いやでも本当にすいませんでした。こちらこそ、あの毛束ってなんだよ。いや、いやブラシって言ったら分かるしと思って。いや間違いない。これすごいな。ピンクで手で持てる範囲で色は関係ない。そして羽のようなものがたくさん同じ向きについてる、はい、これもう正解ですよね。いや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 、もういや、どうですかね、あの聞いてくださった皆さんは
何を想像したんでしょうね。いや、さすがに皆さん分かったんじゃないですかこれ。いや、どうでしょう。これ、あの和歌山さん、うすうすもう気づいてると思うんですけど、はい、相当ポンコツっす僕。どんな球来ても球が送られるのをずっと見てバッと振らないみたいな。あ、球だみたいな。球だ、球だ。そんなのすごい目をこうパッと輝かせて僕ポンコツ。そんなことないです。いやいやいや、それならば私はポンコツでございます。いや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 、ポンポンのポンコツでございます。もう名探偵ということで。いやいや、あのこれからもちょっとちゃんと、はい、今度こそは伊藤さんに当たりを引いていただけるように頑張ります。こちらこそ和歌山さんにすっきりしていただくために頑張っていきましょう。おいさー、ということであっという間に8月。もう早いな。いや、8月といえばもう8月のいっちゃん最初、8月2日にですね、メガネゴーラウンドはシングル発売記念スペシャルイベント、お正義がアニメイトにメガネを忘れたが開催されましたよ。そうでしたよ。いや、私たち2人と、そして大石さん、大石正義さんで行ってきましたが、はい、あの池袋のアニメイトさんで、つまり正義がメガネを忘れたメンバーで、はい、直接その日に、うん、CD をお買い求めいただいた方に、まあ、整理券をお配りして直接お渡し、はい、フライヤー、メガネ型のフライヤーをお渡しするっていうイベントをさせていただいたんですけれども、うん、いかがでしたか。いや、もう本当に楽しかったですけど、まずはあの参加していただいた皆さん本当にありがとうございますという気持ちです、はい、もうね、あれなんですよ、久々に僕自身あの直接お渡し会っていうものに触れて、やっぱり皆さんのお顔を見てお渡しするのって嬉しいなって思ったんですけど、はい、和歌山さんがお渡し会も初めて。めっちゃ初めてでした。もう顔フェイス2フェイスでフェイス2フェイスで英語になった、あ、こんにちはっていうのは、はいはい、初めてでした。めっちゃ初めてでした。あの皆さんの楽しんでくれてる気持ちとかを直に聞くと、やっぱよりなんか伝わってるんだっていうのをすごい感じませんか。いや、感じました。本当なんか私はあのお手紙とかいただくときは、はい、あのちゃんとお気持ちがねすごく受け取れるというか、うん、あのですけど、それ以外で受け取る手段を持ってないので、はい、だから直接お会いして嬉しいし、うん、言ってくださるとなんかワクワクするし、ハッピーだしみたいな感じがしました、うん、一緒に楽しんでるっていうのを感じれますね、はい、うん、ということで、じゃあせっかくなのでここでご参加いただいた方かなからいただいたメールを読ませていただきますね。やったぜ。メガネームみすけさんからいただきました。ありがとうございます。今日アニメイト池袋で行われたお渡し会参加してきました。ありがとうございます。興奮が収まらない中このメールを書いています。かっこ悪い。お渡し会に参加するのは人生で初めてだったので、うおー、私と一緒や、とても緊張していたのですが、皆さんがとても優しくて本当に参加してよかったなと思いました。これからメガネゴーラウンドをたくさん聞きたいと思います。スキメが応援し続けます。ありがとうございます。ありがとうございます。ネクストいきましょう、はい、メガネーム、好きな子からメガネが似合わないと言われた。元気を出せ。元気を出してくれ。似合うのあるよ。そんなこともある。まあ、コンタクトでもいいじゃないか。うん、お渡し会の帰りの電車でメッセージを書いています。すごい、ありがとうございます。ほかほか。僕も和歌山さんと同じくお渡し会というイベントには初参加でした。お、すごい。先行上映でも思いましたが、お二人とも制服似合ってました。嬉しいです。まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。大石さんは肌が綺麗でびっくりしました。それで、ね、確かにおか、えって思いましたよね。えっていう、すごい和歌山さんが出た。はい、電車の中でいただいたメガネカードを見ると、うん、まさかのサイン入りでした。あ、おめでとうございます。顔にしますということでね、うん、メガネカードを直接お渡ししていたんですけど、はい、うん、時々サイン入りが入っておりました。そうなんですよね、はい、ランダムでお渡しされた瞬間は分からないので、はい、もらった後裏を見てやっと分かるっていう、はい、では次参りましょう。お願いします。メガネームなつきさんからいただきました。ありがとうございます。仕事の前に発売記念イベントに行きました。ありがとうございます。間近で会える機会はなかなかないのでパニックでしたが、大石さんにはありさま行きますと伝え、伊藤さんには大好きですと告げて、過去突然に困らせてごめんなさい。いやありがとうございます。和歌山さんにはラジオ過去メガラジ楽しいですと一瞬の時間でしたが、思いを伝えられて嬉しかったです。皆さん優しくてキラキラしてて眩しかったです。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。メガラジ楽しいですって、ラジオ楽しいですってお伝えいただいたのめっちゃ覚えてる。お、すごい。ありがとうございます。困ってないですからね。嬉しいですよ。大丈夫だよ。嬉しいです。ありがとう。
ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ行きましょう。メガネームニヤニヤゾンビさんからいただきました。ニヤニヤお渡し会に参加しました。ありがとうございます。このようなイベントに行くのが初めてだったので、 お三方を目の当たりにした頭が真っ白になってしまい、好きです。あの皆さんすごく可愛くて大好きですとしか言えませんでしたいやいや嬉しいっす、うん、アニメやラジオをいつも楽しみにしていますとか、大石さんには最高なエンディングを作ってくださりありがとうございましたとか、伊藤さんお誕生日おめでとうございましたとか、和歌山さんには他作品のこのキャラが好きですとか、もっとお伝えすべきことがあったのに全部吹っ飛びました。理性の敗北です。いただいたカードは引き出しの中に大切にしまっています。宝物になりました。今後の展開も楽しみに、小村くんと美恵さんをニヤニヤしながら見守っていきます。ありがとうございます。とのことでございます。ありがとうございます、はい、いやでもその思いはいつも伝わってますよ。メガネームひらがなの楓さん、ほう、特典お渡し会に参加させていただきました。ありがとうございます。好きな声優さんやアーティストの方と直接お話しする機会に全く慣れておらず、はい、ドキドキしながら待機列に並んでいたのですが、はい、想像以上に列が早く進むのに驚いて店内に足を踏み入れた瞬間に頭が真っ白になってしまいました。かわいい、かわいい。その結果ド緊張の中、一番最初の伊藤さんを目の前にしてなんとかひねり出せた話題が、私も小村くんと同じ楓って名前なんですの一言だけでした。いや最高でしょう。間違いない、伊藤さんにただ自己紹介をしに来た変なやつだと思われていたらごめんなさい。そんなこと思わないですよ。思わないと思いますよ。同じ名前ということもあり、小村くんには勝手に親近感を抱いていたり、作中でたまに小村くんが下の名前で呼ばれているとちょっぴり嬉しくなるということを伝えたかったです。ありがとうございます。そして伊藤さんの隣にいた和歌山さん、はい、CD ジャケットの美恵さんと同じ赤色のセーラー服を着ている。はい、そう、はちゃめちゃに可愛い。マジかマジか、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとうございます。天使なのかという内心がだだ漏れし、あ、天使なのかもしれないじゃんずっと可愛いを連呼していたら和歌山さんの方から自分の服装を褒めていただき、嬉しすぎて寿命が10年くらい伸びた気がします。よかった。たまたま和歌山さんが過去にご出演されていた別作品の板場を持参していたものの、スキメガには全く関係ないのでイベント中は必死に隠していたのですが、最後の最後で和歌山さんにバレてしまい、嬉しい恥ずかしい気持ちでいっぱいでした。恥ずかしかったの？ごめんね。いただきましたよ。めっちゃ覚えてる、めっちゃ覚えてるよすごい、ありがとうございます。いやめちゃめちゃ覚えてますって、ね、確かに恥ずかしそうにしてた、ごめんなさいね。でもあのその恥ずかしそうなところがすっげー可愛かったんで、あらまあもうすいません、楓さん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 、寿命伸びたぜ。いやでもスキメガを好きでいてくださる方々がこうたくさんいて、でイベントに来てくださって直接話せたっていうのは本当に幸せなことだなと思います。ありがたいですね。ありがたいです。改めましてありがとうございます。ありがとうございました。ということで、はい、スキメガラジオ略してメガラジ、メガネを忘れてもラジオを忘れずに最後まで聞いてください。最後まで聞きます。好きな子がメガネを忘れたけど感想は忘れなかったのお時間でございます。毎週アニメ最新話の感想をご紹介いたします。今日は第5話、好きな子とバレンタインデーに会ったの感想です。大事件大事件大事件、大事件ですよ。イベントごとはね、もうしかもバレンタインだぜ。こんな期待する日はない。ないということで、 A パートはバレンタインそうですね、 B パートはホワイトデーっていう感じだったので、いろいろありましたよ。はい、今回も皆さんの感想とともにちょっと振り返っていきましょうかね、うん、はい。メガネームいちごもちさんからいただきました。いちご大福ってことかな。おいしそう、おいしそう、ありがとうございます。ご飯見ました。なんなんですか、尊すぎますよいつも通りオープニング綺麗だし、エンディングは可愛いし、わちゃーっとしてるし、皆さん休日でもメガネ忘れるの可愛いし、その後のいやお恥ずかしながらの言い方可愛すぎますよ。赤山さんありがとうございます。そして伊藤さんの恋する男子中学生の演技がまた可愛い。あらま。そして小村くんザクッと繋いじゃって、確かにお父さんが頭の中にありすぎて頭が荒れつる、荒れつしないで。みえさんお詫びの仕方可愛すぎない。あずまくんイケメンだしイケボだし、みえさんにお礼のチョコの現実を突きつけるし、小村くん告白早くしちゃえよと男子中学生みたいなノリになってしまいました。確かに。そして何よりみえさんのメガネないからが可愛すぎて、
これは小村くんに同感。小村くんのどうせ食べるなら俺の食べてよって脳が溶けました。私も溶けました。もう付き合っちゃえよ。わかるわかる。すごいテンポ感だな。私の言いたいこと全部代弁してくれた。ありがとう。最高最高です。ということでね、みえさん分かってるけど食べようとするあれを一生懸命小村くんが止めて、でなんかあのお菓子をさね、ね、でどうせ食べるなら俺の食べてよ、なりますよね。そりゃおかしいね、それはあのえね、この5話はあの歴史的な回です。あの本当にすごい真剣な顔で、あの眼鏡でよく見えないということを言い訳にして、はい、物事を進めるという高等テクニックを使った高等テクニック記念すべきです。あれはもうだって甘えてるってことですもんね。もうなんていうの、よしじゃあ続きいきましょう。メガネームやらおじは30年ラガンさんからいただきました。ラガン、おー30年ラガン、すごい。リアタイ視聴しました、ありがとうございます。いやー今回も小村くんがきも…あ違う違う、みえさんが可愛すぎました。違う、こら出ちゃってるから、こら出ちゃってるから、小村くんがキモってその後小村くんがキモ、いやいや可愛かったじゃなくてみえさんが可愛すぎました。だからねちょっと小村くんに対する当たりは強め。えチョコの山を王の墓と見間違えるみえさん、体重が増えちゃったみえさん、お菓子食べたいのに我慢するみえさん、そして小村くんからのお返しを食べて減量終了後のマッチョみたいなリアクションのみえさん。すごい捉え方ですね。わかる、とにかく最高すぎました。あとみえさんのごめんねごめんねが可愛すぎて飲んでた缶チューハイを一気飲みしました。わかる、大丈夫、飲んでた缶チューハイ一気飲みしないでちょびちょび飲もう。もう今から6話が楽しみすぎます。今週も生きる希望ありがとうございました。ごめんねごめんねっていう、なんか可愛い、ごめんねごめんねが出てくるみえさん、バカ可愛いですよね。本当に可愛いっすね。いやみえさん甘えてきたりとかちょっとこうドキッと思わせる一瞬があるんですけど、はいはいはい、なんか素でやってるんだっていう納得感があるんですよね。すごいよな、もうこんなにバレンタインデーに感謝したことないですよね。今日なんかスンと座ってますね。なんか悟り打ち抜かれました。5話で僕はもうあのどうにでもなってしまうぐらいです。ならないでください。落ち着いてください。でも小村くんめっちゃ可愛くないですか。あの告白しようとしてこうこれ ちょっと話違いますけど、はいはいはい、告白するんだと思ってこうバッと立ち上がってしようとするけど、脳内でこう再生してる自分のこう告白してる姿、はいはいはい、があれ多分小村くんがね頭の中で再生してるんだと思うんですけど、うん、小村くんもうちょっと多分まともに言えるよっていう、なんか ね、そんなきそんな風になると思わなくていいなって思っちゃう、ね、ちょっと気持ち悪いみたいなねこと言ってますけど、でもそれでもやっぱあの言えないなって判断して、うん、そのすっとこう落ち着く小村くんの大人さよと思って、確かに冷静ですよね。冷静ですよね。一度ここは戻ろうって、いや声出なかった、あんなこと言えるかな、大人すぎる、大人ですね、かっこよすぎる。そしてみえさんの分かってんのか分かってないのかなかったことにするというか、はい、のその力もさすがですよね。普通の感覚を持った人なら、はい、あ私今告白されようとしてんだなってもうそのムーブ来てんな絶対思っちゃう、ね、でもみえさんは、うん、ナチュラルにフォローしてくれるんですよ。まあ、気づいてないっていうことも多いにあると思うんですけど、ナチュラルフォローが、ね、最高すぎてバロメーターがすごいことになってる。そうやばいですよね。まだまだ読んでいきましょう。お願いします。メガネーム笹鎌さんからいただきました、ありがとうございます。先ほど5話拝見いたしました。ほわほわの状態で感想を書いております。楽しみにしていたバレンタインのお話、うん、見ててずっとわかる、小村くんの気持ちめちゃくちゃわかる。好きな気持ちバレたくないのわかりすぎて辛いよね。でも相手にされないのも辛いよね。で永遠に小村くんに感情移入しすぎて前はしんどいです。舞は私も小村くんになっているのでいつもみえさんに振り回されてるんです。ん？かっこはてだ。放課後のシーンでの小村くんの好きですのところの伊藤さんの演技がとっても引き込まれてしまって私も息するの忘れました。声でないどころか息してなかったです。息して伊藤さんのこのような演技を初めて聞いたのではないかってくらい引き込まれました。あ好きです。好きだ、声がね出なくなっちゃいますよね。
いやでもちょっと思ったんですけど、あの皆さんたくさんお便り送ってくださるじゃないですか、はい、まあまあ小村くんぐらい気持ち悪くなってますね。やっぱ1話からどんどんドーマしていってる気がしますよね。ドーマしてますよね皆さん。もう三重さんの虜になりまくって、そうですね、もうさまざまなこう表現をしだすって叫んだり缶中杯一気飲みしたり確かにこれまずいっすよ。確かに5話でここっすからね。そうですね、どうなっちゃうのこれ。なんか溶けてると思う。溶けてるかもしれない。人間の形は保てないと思います。保ってデロデロで見てる骨抜きになっちゃった多分私もそうなってます日本語もままならないみたいな遠吠えとかなんかいやすごいな。そんな感じになりそうですね。皆さんが小村くんに見えてきたいやまだまだ楽しんでいきますよ、うん、では次行きましょう。お願いします。メガネーム、はい、浜地さんからいただきました。浜地さんありがとうございます。一つだけでも言わせてくれ。もっと言ってくれ。三重さんが小村くんに何でもいいよって言ってからの小村くんがあと少しで告白するかもしれなかったし、口の動きでは好きだよって言ってた。言ってたね。あれね、いけいけよ小村って気持ちにならない人います？いないですよね。ハスム君はここまで考えていたのか。おお、イケメン恐ろしいや。恐ろしいよ。強すね。いやもう口そうです。なんかもうこうね、ラジオちゃん乗らないこの今こう顔をね駆使してやってるんですけど、顔芸みたいになってるんですけど、はい、絶妙に口動いてるけど聞こえない。あのリハ V をね家で見させていただいた時に、はい、なんか自分だったら絶対こう言いたくなっちゃうか、むしろもう何にも言わない句にしちゃうなってなんか思ってたんですよね。なんか好きですみたいなことをしちゃいそうだなって思ったんですけど、はい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 、なんかもう本当あの絶妙なあの言いたい気持ちは本当に出口がこう詰まるぐらい気持ちがこうドンって押し寄せてるところで、詰まりすぎてるからこそうまく出せないこの言葉みたいなのが本当に、わこんなに気持ちがいっぱいあるんだね小村くんって思って、たくさんお勉強させていただいたところの一つでした。話の力ですよね。いやいい、まあ、いろんな方の、ね、力ではあると思うんですけど、いい、はい、まだまだありますよ。ラストメガネーム UV& ブルーライトカットメガネさんからいただきました。大事ですね、目はね、大事にしようね。 UV& ブルーライトカットメガネってことは、うん、ドア入ってないのかな。あ、どうだろう、ドア入っているのかいないのか、うん、鉄塔鉄尾甘々なお話でした。頭からお尻までってことですね。 ありがとうございます。多分この字を見る限り、すみません、私も今あの人生で初めて聞きました。確かに初めましての言葉だった。であの構成作家さんが振り仮名振ってくれてなかったら、はい、多分読めてないです。あままなお話でした。序盤の事実上買い物デートとか、三重さんからチョコもらいたい発言を必死にごまかす小村くんとか、うん、唐突な告白イベントかっこ未遂とかいろいろありましたが、個人的に印象的だったのはホワイトデーの方でした、はい、ダイエットを決意した矢先に小村くん以外からのお返しを我慢する三重さん、かっこかわいい、なんで最高、メガネがないことを言い訳にのど飴をと勘違いするふりをする三重さん、かっこかわいい、ありがとう、誘惑に負けて言えなくなってきた、誘惑に負けて東くんからのクッキーを食べようとする三重さん、かっこかわいい、ありがとう、全部かわいかったのですが、問題なのはその後、小村くんがどうせ食べるなら俺のを食べてよと言ってお返しを渡しましたね、うん、はい、これはつまりかっこ東くんのかっこ強調お返しを食べるより過去閉じ自分のお返しを食べてほしい、うん、という嫉妬と独占欲入り混じる発言と言っても過言ではないはず。まさしくそうっすよね。前話で三重さんが見せたに匹敵する嫉妬と独占欲っぷりでしたよ。しかもですよ渡したのがバームクーヘンです。ホワイトデーにおいてそれは、うん、この幸せが続きますように、そういう意味があるんだ、二人で幸せを重ねていきたいという意味が込められている、過去諸説ありさすが、この愛は1トンくらいあると言われた男、重い、かっこ重いヘビーってことですね、重い、ね、あのお気持ちの重い、かっこ重いヘビーが段違いだぜすげえよ。ショートアニメで神道滅却、うん、RTA 決めてた男は一味違うぜと、こんな感じで毎週楽しんでおります。次回のアニメとラジオも楽しみにしております。いやー、あずまくんが引き出してくれましたよね。ありがとうございます。あれはもう完璧に、あずまくんちょっと面白がってますよ、あの人ちょっとね、ちょっと多分あの小村くんが告白するんかな、うん、しないんかなみたいな、ちょっとちょっとね、ちょっと面白がってますよ。
ちょっとこう煽り入れてますよね彼ね。でも本当にもう東くんの協力なくしてホワイトデーはもう成り立たなかったんで、いやそうですよ、東くんに感謝、ありがとうございます、ありがとうございます。4話、1話から4話まですげー盛り上がってたのに5話でまたボーン盛り上がっちゃってバコンしましたね、テンションがおかしいんですけど、いやすごいよ、いやいやいや君たちまだ終わりではないんだぜ。第6話、好きな子と新学期を迎えた、時が経っているよ、新学期迎えるんだぜ、好きな子と、だよ、でもそう、新学期を迎えたら何があるか、席替えだ、やばいよ、どうなるんでしょうね、どうなるんだ、席替え、席替えで隣になれる確率はとても低い、間違いないですよ、ましてや同じクラスになれるかどうかも、そう、まあ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 、どうなるかは皆さんが見届けてくださいよということでね、勝ち取ろうぜ、三重さんの隣、どうかね。好きな子がメガネを忘れたけど感想は忘れなかったでした。メガネの話シャキン、毎週様々なありがとうございます、シャキン、誠に申し訳ございませんでした。ありがとうございます、決まりました、これで、ね、突っ伏している。和歌山さんが突っ伏している。私もちょっと机に突っ伏してみようかなと思いまして。すげえ、もう直だもん、直でデコがついてんだもん、手とか使わず。どうですか、机に突っ伏してる和歌山の声は、やっぱちょっと反響があれですか。こもってんだろうな、こもってんだろうな。はい、話の腰折って本当にすみません。とんでもありません、ありがとうございます。毎週さまざまなメガネにまつわる、話を紹介していくんですが、今回はメガネをかけられた話ということなんですよね。かけられたってあるのかしら、いきますか、まず5つ目です、はい、メガネーム浜地さんからいただきました、中学2年生の頃視力が悪くなったのでメガネをかけていたら、ほう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 、当時好きな子からかけさせてという天使の、一声をいただいて、メガネをかけさせてあげたのですが、ほうほうほう、もちろん最高です。いやもちろん最高だよ、それは最高です、それは最高です、最高です。しかし勇気がなかった当時の14歳少年は進展することができず、はい、挙句の果てには中学を卒業して別の高校になってしまいました。さらに追い打ちをかけるようにリア充になったという話を聞いてしまいました。リア充になったという話、今となっては一生の後悔です。こんな思いを忘れまいと、どうにか視力はキープして同じメガネを今でもかけており大切にしていく所存です。ああ、そうなんすね、悲しい話が届きました。いやー、そんな囚われなくていいんじゃないですか、やっぱ後悔はありますけど、うん、ねえ、忘れまいとするのも大事ですけど、苦しかったりなんか次の恋に行きたいなと思うんだったらもう逆に、うん、逆に新しいメガネを買ってみちゃうとか、いいですね、心機一転、はい、しかもちょっといいやつ、ずっとかけていきたいなって思うちょっといいやつを買ってみちゃうとか、素敵だ、そういうのもありだと思います。いや、でもやっぱりメガネってこう好きなことこんなきっかけになるんですね。なるんですね、多いですね。女の子側からしても大胆な提案だと思います、かけさせて、はい、なんか、これを気軽にやっちゃうってちょっと魔性な感じしますね。怖いですね。まあ正直なこと申し上げますと私もそう思います。あ、メガネーム23歳女さんから。もう一番印象強かった人が来ましたね。間違いない。メガネームの印象が強かった人が、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあちょっと読んでいきます。私は日常生活ではコンタクトを常に使用しているため、はい、これまでのテーマに沿ったエピソードがなかったのですが、今回はありました。お、修学旅行などのお泊まりの時、寝る前にメガネをかけると、え、目悪かったの、メガネかけさせてといったイベントが発生していました。そうなんだ、なるほどね、なるほど。私も三重さん並みに視力が悪く、裸眼では普通の姿勢で教科書を読むことは困難なくらいなので、お、度がきつすぎて会話が弾みました。なるほど、いいことだ。メガネユーザーとメガネを掛け合い、私の交友関係は少し広がりました。お、社会人になった今、友達は限りなく少ないです。いやいや、オチが寂しいんすよ。そんな、途中までめっちゃ良かったじゃないですか。広まって弾んで会話も、いいじゃないですか、ね、狭く深く、うん、いや人と関わっていきましょうよ。じゃないっすよ、たまにはね、メガネかけていくのもいいかもしれないです ね、 ですね、また広がるかもしれないしね、なんだみたいな。しました、とりあえず読んで、はい、見ますね、お願いします、ちょっと感じてください、はい。
メガネームおひつじさんからいただきました。はい。とある日クラスの男子にねえお前のメガネかけてみていい？と聞かれてと答えました。ね、かわいい、かわいい。クラスの男子が私のメガネをかけた瞬間、クラッとクラスの男子が膝から崩れ落ちました。心配して大丈夫？と聞くと大丈夫？お前目悪すぎと言われちょっとイラッとしました。まあその通りなんですけどね、立てなかった。もう小村くんのこれみたいな壁ドンみたいなことっすよね。確かに相当じゃあこのおひつじさんは目が悪い。お前目悪すぎる、まあ言い方にもよりますけれども。そうですよね、うんうん。これはさおひつじさんに関わりたかっただけだよ。いやね、必死に話せるね、はい、題材を探してでこうかけたら、あ強いんだなって思っているけどちょっと恥ずかしくて出た答えがお前目悪すぎなんですかね。やっぱそうですかね。どうですか、ありそうですかこういうこと。なんかいや必死にね話しかけたいんだったら全然ありますよね。あるんだ、正直になれないみたいな。3通続けて悲しい話。悲しい話。おラストいきます。おなんかいい方向だこれは。よし、メガネームことさんからいただきました。高校生だったある日、仲がそれなりに良かった隣の席の男の子が、はあ、いつもコンタクトなのに珍しくメガネをかけており、はあ、またデザインもおしゃれで、はあ、そのメガネおしゃれでいいねと言ったら、はい、男の子がさっと私にかけてきて、はい、かけてくんの似合うと言ってきました。心で叫びました。メガネでそうくる少女漫画がラブコメしか見たことないってとありました。伊藤31歳が求めていたキュンキュン話。これはい、ちょっとあずまくんムーブじゃないですか。それでわかります。ちょっとめっちゃわかる。あずまくんだよ。あなたの隣の席の方の違う高校生だったある日だからもういないのか。確かに。いやすごい。いやリアルアズマくんいんのかよ、怖えよ。何週ですか。まあでもねこれはやっぱまずでも一歩目踏み出せたのはコトさんですからね。確かに、おしゃれでいいねってそれ言えたのは大事。そしてその後その隣の席の男の子かけてきて似合う、これはねそんな変化球、これはねだいたい女の子は好きになっちゃうね。落としてくださ。あそうですか、もしかしてそうか。効果は抜群だ。もうこんなことを言うってことはある程度なんかいいなと思ってる子だと思うんで、はいはいはい、そのことさんもね、うん、ワクワクしちゃうな。終わりすべ、ね、なんか楽しい。あれなんかでも今日全部恋の話じゃなかったですか。確かに。あれ前回も恋の話したな。確かにそうですね。あ意外と意外と、いやメガネって何恋にまつわるものなんですか。ラブなのかもしれないです。ラーブ、LOV ラーブ。今 LOV ラーブ、和歌山さんがこれなんですか、手でハート作ってくださいましたけど、はい、そうですね、もしかしたらメガネはラブなのかもしれない。またラブ、ラブ来た、ラブ来た、あ広がった。はい、 LOV ラーブ、いやありがとうございます。ということで、いやちゃんとありましたね、メガネにメガネをかけられた話っていうのは。あーよかった。いやこれで次回なんですけど、はい、テーマを発表したいと思います。おおおい、テーマは、はい、メガネの怖い話。あどうもありがとうございます。私は失礼いたします。私怖い話というものが大変苦手でございまして。これはもう絶好のじゃないですか。絶好の、来週のメガネの話では、私和歌山氏は不在となります。いや和歌山さんこれね、苦手なんですか。めちゃめちゃ苦手ですね。怖い話もなんかお化け屋敷みたいな、ああいうなんか体験型のもめちゃくちゃ苦手で、結構こう夢の国とかでも、はいはいはい、普通のアトラクションのその動線がなんていうかホラーじゃないけど薄暗いとか、音が結構急になったりすることとかあるじゃないですか、はいはい、めちゃくちゃ苦手で、もうそのレベルでも怖い、レベルでも怖いですね。皆さんやべえ、じゃんじゃんお待ちしてます。あ、激強です、激強。私ほら怖い話なんか怖くないもん。激強激強。いやいや、ということでね、そのホラーの、はい、あの怖い話でも、はい、
メガネに関わる怖い話、まあ壊れちゃった壊れ方とか、はい、でも全然 OK なので、はい、ぜひぜひメールを送ってきてください、はい、よろしくお願いします。なんかこう幽霊とか、うん、お化けみたいなそういう方向性だけじゃなくて全然、はいはい、あの ひどい壊し方してこれは怖いと思ったみたいな、そういうのでも全然 OK ですよ、はい、ということでよろしくお願いします。以上メガネの話でした。さあお別れの時間が近づいてきたところで、本当ですか？どうかな今回も皆さんの全然近づいてなかったですよおメガネにきっとかなうボリューミーなお知らせをしていきたいと思います。これ近づいてないわ長いぞ今回も、はい、でもね最高のお知らせなんで、いや間違いない、ありがたいっすよこれ。しかと聞いてください、ぜひ。はい、まずオープニング主題歌ネームを収録したつづりさんのメジャーファースト CD シングルがリリースされました。イエーイ8月2日にねリリースされまして、つづり限定版とアニメ通常版の2種類ありますので、ぜひこちら CD 特設サイトをチェックしてみてください。お願いします。そして、はい、スペシャルユニットまさよしがメガネを忘れたが歌唱するエンディング主題歌メガネゴーラウンド CD シングルもリリースされました。パッ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 。ネームとつづりさんのネームと一緒の日8月2日がリリース日だったんですけれども、はい、実は私たちが歌うオープニング主題歌ネームも収録されておりますので、させていただきました。こちらもぜひ CD 特設サイトをチェックしていただきたいなと思うんですが、お願いします。まあ、常々言っているように通常版と初回限定版ではジャケット絵が違いまして、なるほど。でしかも初回限定版特典は特別ショート漫画まさよしがメガネを忘れた付属されるんですよ。あれ最高でしたね。そうですよということで、まあ、リリースさせていただいて、結構聞いてくださった方もたくさんいらっしゃって、はい、その感想なども来てますので、ちょっと代表して読ませていただきます。お願いします。メガネームピナ先生からいただきました。ありがとうございます。オープニングエンディングの CD 発売おめでとうございます。ありがとうございます。ネームの歌詞が作品とリンクしていて、叶えたいことが曇らないように、見失っちゃう僕ら絶対探し合おうは好きメガならではの歌詞でとっても好きです。わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。一番のサビの何度困ってもいいよなんてひどいかなからのラスサビで何度困ってもいいよ僕が守るからのコンボはこの星の言葉では伝えきれないくらい感動しました。わかります。最上級や。わかります。最上級いただきました。この星の言葉じゃなかったら伝えられるのかなと思うんですけど、やっぱ伝えられないんでやっぱだから言葉ではなかなか伝えきれないですよね、うん、カバーバージョンではその部分を小村くんが歌っているため何度聞いても涙腺が緩みます。いつもミエさんに対して気持ち悪い言葉過去褒めてるを並べている小村くんですがこの歌詞を聞いて改めて彼の本気を再確認しました。ということでね、まだまだいきますよ、はい、メガネーム小村くん応援隊、あらメガネゴーラウンド初回限定版買いました。聞きました。一言だけ言わせてください。オープニング主題歌ネームのカバーバージョンでキービジュアルにもある何度困ってもいいよ僕が守るからお小村くんで聞けて最高でした。一緒に歌ってるミエさんに伝わるといいですね。過去伊藤さんの素晴らしい歌声ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、いやあそこボイですよね。いやすごい、しかもあそこのあの歌詞の振り分けもね、いや本当にもう本当に素晴らしいものをやらせていただいたっていう、もうなんかどの歌詞もやっぱ2人の関係性にすごくリンクしているだけじゃなくて、きっと聴いてる方々の人生の中でもリンクする部分があるような言葉になってて、はいはい、やっぱ歌詞ってこうメロディーに当てはめっているじゃないですか、はい、だからそのすごい事細かなことまでこうなんだろう文字をこう羅列してるわけじゃないから、はい、歌ってる人とかその声の声色とかによってこうニュアンスだったり受け取る側の意味合いが変わってくるのがやっぱり面白いなっていうのもすごい感じましたし、はい、それを感じてからやっぱり本家というかつづりさんのネームを聞くと、あやっぱりやっぱり素晴らしいなっていうのをこう再確認できるっていう、そういう楽しみ方がこうできたなっていうのすごい感じますね、はい、あそうですね、まあ、なんかカバーさせていただいたバージョンはやっぱ正義がメガネを忘れたということで、はい、結構あの隙目がの作品とリンクする部分がすごく多く感じられるんですけど、つづりさんが応対になってるバージョンというか、まあ元々のオリジナルの方ですねはなんかもっともあの隙目がでもあるんだけれども、うん、みんなにも共通する部分があるみたいな、まあ、その伊藤さんがおっしゃってたみたいに受け取り方の違いがたくさん生まれるところだなと思いましたね。いや本当に大好きな
もうあのメガネゴーラウンドもネームも本当に大好きな楽曲なので、まだもし聴いてないよっていう方いらっしゃったらぜひ聴いていただきたいですし、うん、あのぜひね、あの正義がメガネを忘れたについている、あそうショート版が特別ショート版がもうすごい素敵ですし、綴り限定版に入ってるあのキーホルダーもめちゃめちゃ可愛いですので、ちょっとチェックしていただけたら本当に嬉しいです。お願いします。お願いします。続いて、スキメガラジオの BGM にもなっているテレビアニメ好きな子がメガネを忘れたオリジナルサウンドトラックは9月20日に発売されます。テレビアニメと連動した先行配信も毎週2曲ずつスタートしているんですが、第5話からは2月14日と、君を思っての2曲が先行配信されています。スキメガの音楽を集約したスキメガミュージックチャンネルも YouTube にオープンしておりますので、詳しくは概要欄をご覧ください。お願いします。最高の音質とライブ感を展開するカラオケダムでは、僕たちが担当しているエンディング主題歌メガネゴーラウンドがアニメ映像付きで歌えます。ぜひお近くのカラオケダムに行って歌って踊って一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。掛け声もぜひ。イエイ。 Spotify のオリジナルポッドキャスト番組アニゾーンにてテレビアニメ好きな子がメガネを忘れたの8月配信が決定しております。MC は僕たち2人が担当しています。はい、やらせていただきました。ゲストをね毎公演呼んでいるんですが、はい、そうなんです。第1回と2回は内田彩さん、はい、第3回と4回に鈴木みのりさんをお呼びしております。はい、もう1回目は放送済みということ で、はい、そうですね、配信か、配信済みということ で、はい、ですね、第2回配信は8月11日金曜日21時からです。毎週金曜日の4回配信となります。こちらもぜひぜひお聞きください。お願いします。はい、お願いします。そしてこの度本作を先行配信しているアベマさんで好きな子がメガネを忘れたの特番配信が決定いたしました。すごい、すごい、すごいの決まっている。出演は伊藤雅宏さん、はい、そして私和歌山紫音、そして内田彩さん、うん、MC にお笑い芸人の天使向井さんをお迎えしまして、8月13日日曜日夜20時からたっぷり1時間の生放送でお送りいたします。開けといて、開けといて、開けといてみんな。これまでに放送された6話までの振り返りや、うん、これからの見どころだけでなく、はい、メガネにまつわる企画など盛りだくさんな内容となっておりますよ。うん、ぜひお盆休みはこの特番を忘れずにご覧ください。見てね、はい、見てね。ここでも内田さんと一緒だねっていうところで、本当ですね、はい、嬉しいです。そしてこれは入場報ですね。いきます。7月28日から8月28日までの1ヶ月間、はい、アニメがソフマップ全国6店舗、そして通販サイトの秋葉ソフマップにて新規書き下ろし四季折々の三重さんと書き下ろしミニキャラ三重さんの妄想4変化を使用した新規オリジナルグッズの先行販売フェアが開催中です。おー、いっぱいあるんですよ、いっぱいあるんですよ。全然全然始まってる、始まってる、始まってる、始まってるじゃないですか。始まっていた、始まっていた。なんで今今もうちょっとね、先週聞きたかったな。やってしまった。あ、違う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 です、伊藤さんのあれじゃない、誰のせいでもない、違うです、私の勝手な願望です。ありがとうございます。定番のアクリルスタンドもありますし、はい、メタリック仕様の缶バッジ、多数のアイテムが大好評販売中です。はい、そしてこちら、はい、新規書き下ろしを使用した等身大パネル、約151センチの実寸サイズのミエさんをご自宅に。ミエさんで151センチなの？ねえ、かわいい。この先行フェア期間中にぜひご購入くださいませということで、これいっぱいあるんですけど、今和歌山さんが手元にあるのは、はい、こちらは四季折々の三重さんですね。春、三重さんとイースター、イースターのめちゃくそ可愛い衣装を着ている三重さんのアクリルスタンドで、イースター次夏、イースか、三重、ん地獄の空気がいいっす、いいっすか、夏三重さんと海、シー、あー水着だよ、水着でございます。これ妄想じゃないですか、四季折々なんですもんね。そうなんです、妄想じゃないですよ、妄想って書いてないんですよ、やばいっすね、現実ってことっすか、やばいっすね。ありがとうございます。秋、三重さんとハロウィン、いやー魔女の格好してる三重さん、めっちゃかわいい、髪がかわいい、やっぱかわいい、服もかわいい、全部かわいい、
デザインもめちゃくちゃおしゃれですよね。これめっちゃおしゃれです。すごい。そしてね、やっぱ冬といえばミエさんとクリスマスです。ありがとうございます。クリスマス、クリスマス、贅沢なもの見させていただいて。可愛いプレゼントどうぞってしてるミエさん、ほんと可愛いです。ありがとうございます。いいんですか、もらって。最高です、ね。ミエさんごと欲しいです。ミエさんごとください。ちょっと今僕はですね。はい。ミエさんの妄想4変化。はい。アクリルスタンドキーホルダーとクリアファイルですかね。ナースのミエさんですね。あ、もうこれ1日ナースのミエさん、1日でもう退院できるぐらい回復したいっていう気持ちと、もうずっと解放されたいっていう気持ちがダダ漏れになります。続いておまわりさんですね。おまわりさん、あの悪いことしてはいけないっていう感じのねことは常識としてあるんですけど、ミエさんがおまわりさんならね、悪いことをしてもいいんじゃないかっていうね。ダメですよ。続いてチアリーダーですね。チアリーダー、僕が頑張らないといけないのにミエさんが頑張って踊ってくれるっていうね、ちょっと申し訳なさとね、共にねすごいパワーアップして成果残せそうですね。そして最後はチャイナウェイターということで、もう365日ずっと中華でいいかなっていう気分になりますよね、これね。毎日ミエさんに会いに行っちゃいますよね。ミエさんに会いに行きたい。妄想四変化はチアリーダーと、はい、あのおまわりさんはメガネかけてなくて、これはなんだ、ナース、はい、ナースとチャイナウェイターはメガネかけてるんです。どっちもいいよ、選べないよ。いや、めちゃめちゃ可愛いですねこれ。可愛い、どれもこれも諦められない。欲しい欲しい欲しい、可愛い。ということで、いいなぁ、あともう一個。すごっ、これこれすごいっすよ皆さん。これめっちゃでかいですね。これがですね、こちらは B2 タペストリーが B2 めっちゃでかいですね。四季折々のミエさんの書き下ろしイラストが B2 タペストリーになっておりまして。いいんですかこんな大きく。やっぱどんな様子でどんな大きさで見ても可愛いんですけど、やっぱ大きくなればなるほどもうなんかもうすごい可愛い。初めて出会った表情じゃないですか。確かにそうですね。何この表情、いつの間にできるの、インスタとか。もうみえさん、みえさんクリスマスそんな格好したら本当みえさんこと持って帰るぞ本当に。いやでもハロウィンのみえさんはメガネかけてないから飴が見えてないんですよね。なんだこれってなってる。みえさんめっちゃ可愛い。その格好してまで見えないっていうね。そうなんですよね。いや可愛い。そしてね、やっぱりプールなのか海なのか分かんないですけど、水着もねメガネしてたら入れないんで、メガネなしでよく見えてないですね。そういうことか。いやこれ浮き輪をね、今空気をねミエさんが入れてるんですけど、コンビ君はきっとこの溜まった空気を全身に浴びたいとか言いそうですね。ミエさん 100% のなんすか、二酸化炭素というか。いやミエさんと小村くんは本当にうまくいってほしいと思うけど、これに関しては逃げてミエさん。いやということでね、いや本当最高の作品が、作品じゃない、いあのグッズがね揃ってますので、はい、ぜひこの先行販売フェア期間中にぜひ、うん、全国6店舗そして通販にね見に行っていただけたらと思います。いや皆さんもやられちゃってくださいよ。いや見ないとわからないぞ、まずは見るんだ。ぜひお願いします。はい。そして臨海線国際展示場駅の構内にてテレビアニメ好きな子がメガネを忘れたのブルーレイの発売を告知する広告が掲出されています。すごっ、国際展示場、国際展示場ですか。ミエさんの可愛い表情だらけのパネル広告となっています、うん、そして秋葉原駅と新大阪駅ではスキメガの世界をギュギュッと詰め込んだデジタルサイネージ広告も掲出中。 あの動くやつかな。はい、うん、ですね、動くやつ、動くやつです。どちらも8月7日月曜日から1週間の掲出となっていますので、短い、だからぜひお立ち寄りの際はぜひ立ち寄った際は絶対に見に行ってください、はい、用事がない人もこれをぜひ見に行ってください。いや間違えねえ。私もあんまりこう聞かない言葉でちょっとドキドキしたんですけど、掲出は普通にあります、誰でも見に行けるようにこう掲げられておりますっていう、なるほど、はい、ことを言うらしいです。誰でも見に行けるぜってこと。最高じゃねえか。はい。でちょっと注意なんですけど、はい、広告をご覧の際は他の駅利用者の通行の妨げにならないようにご注意いただきまして、うん、ご自身と周囲の安全を十分ご確認した上でお楽しみくださいますようお願いいたします。そうですね。また駅や駅係員の方へ の、うんうん、お問い合わせはご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。ご協力のほどお願いします。お願いします、はい、行ける地域の方ぜひ行ってみてください、うん、以上となります。はあ、やっぱね近づいてきたからだいぶ経ちましたね。終わりが近づいてきましたから、たっぷりの情報をお伝えしまして、私たちもすごくハッピーです。すご
これこんなにたくさんお知らせできるって嬉しいですね。幸せですね。メガネ時代5回いかがでしたでしょうか。今回はあの5話の内容でも可愛いでぶん殴られたんですけど、このグッズたちよ、なかなかこう見ない表情だったりとか、あのこれ着てくれてありがとうございますが詰まってるんだから、暴力これ。本当になんか暴力見たい三重さんを全部具現化してくださった感じです。どうすんのよ、危ないよ危ないの、危ないよ危ないの、危ない、危ないの、ありがとうございます、ありがとうございます、本当ありがとう、あーいかん、持ち帰ろうとして持ち帰ろうとしてバレたバレるだろ、部下合わせだからいやとにかくね、ぜひこのグッズもね皆さん見ていただきたいなっていう気持ちがすごい強いです、はい、そうですね、ぜひあの見に行っていただいてお買い求めいただけたら嬉しいなと思います。本当可愛いんでぜひ見てください。はい、第6回は来週8月14日、はい、月曜更新です、うん、毎週収録毎週更新をしております。月曜日にラジオを聞いたらメールはすぐすぐすぐ送ってください。時間ないよ、水曜日中でお願いします。お願いします、ありがとうございますはい、アニメは東京 MX で毎週火曜23時から、はい、MBS は毎週火曜26時半から、 ATX は毎週水曜21時から、 BS 朝日は毎週金曜23時から放送中でございます、はいはい、配信でもあのもちろんいろんなところで見ていただけますので、繰り返し見たり見逃しちゃった方はぜひそこで見てみてください。この後は締めのコーナーです。メガネで言いたい一言、メガネのキャラが言いそうな一言、メガネをかけながら言ってみたい一言をご紹介していきますよ。お願いします。はい、今日もたくさん読みたいですね。読んじゃいましょうよ、読んじゃいましょう、行きましょう。メガネーム、はい、ヨシムさんからいただきました。ありがとうございます。あのこの本よく借りられますよね、お好きなんですか。ということで、かわいい、ありがとうございます。図書院ですか。うわすごい、かわいい、やったよかった、やった。もう活字苦手じゃなくなった今。あ、本当ですか。もうやったぜ、すごいよ。メガネをかけた内気な図書院のイメージでお願いします。ありがとうございます。ということでございました。お下げて、はい、メガネかけてて、はい、レジじゃないけどなんていうんだろう、あのピッてやってくれる、はい、あとこうでバーコードピッてやってくれる子みたいな、いつもいる子みたいな。ヨシムさんありがとうです。素敵なセリフを。ちょっとこうどんどん気恥ずかしくなってくるすごい褒めてくださるからめっちゃ嬉しいんですけど、なんか嬉しいからこそこうなんか恥ずかしくなってくる。でも三重さん の演技をこうアフレコで聞かせていただいていたじゃないですか、はい、その贅沢にも、はい、でもいやこの企画でこんな間近であの和歌山さんのいろんな演技聞けるって贅沢でしょ。すごくない。ありがとうございます。そんな、皆さんありがとうございます。そんなすげえことです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。すげえぞ、はい、空色都市さんからいただきました。ありがとうございます。ほう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 、おお難しい。あーでもすげえ頭を悩ませている。難しいな。難しい。ちょっととりあえずやってみますね。お願いします。心配するな、必要なことは頭の中に全部入ってる。バトル漫画のこう、はい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 、なんかメガネかけて一つ結びみたいな女の子が言いそうかなみたいなと思いましたので、ぜひ伊藤さんもお願いします。なんで心配するな、必要なことは頭の中に全部入ってる。ヒヤってなっちゃう。あのお前それメガネ本当に必要っていう感じでやってみました。メガネが本体じゃない、はい、真逆な方でなんかかけてるだけだろお前みたいな、だけだろみたいなキャラクターの方ですね。ゆいゆい、よっしゃ、続けてラストいきましょう。ラストお願いします。メガネーム前髪にグミついてましたさんからいただきました。聞いたことがある名前、ありがとうございます。どれだけ高級なメガネでも人の心の中までは見えなかったってことですね。このキャラクター2時間ドラマの最後っぽいちょっとっていうことをあの構成作家さんから一言いただきまして、めっちゃわかります。パトカーとかのうーとかであのエンディングであの名前とかがこう出てる時に言いそうじゃないですか。うーってこう後ろ姿だけ見て
どれだけ高級なメガネでも人の心の中までは見えなかったってことですね。鑑識こちら出来上がった出来上がったドラマが、ね、めっちゃそれだわ。めっちゃそれですね。確かに浮かんだな確かに。いやでもこれいつも緊張するんですけど、本当に伊藤さんがすごい褒めてくださるので、いつもハッピーな企画になっております。そんなことないです。僕は素直な気持ちを言ってるだけです。ありがとうございます。ではまた来週。また。